はい、皆様いつも朝岡由紀子チャンネルご視聴ありがとうございます。皆様ご機嫌いかがですか。はい、もうね3月もね終わりに差し掛かろうとしておりますが、もうねお花見早くしたいですね。でもだいぶ咲いてるんですかね。はい、もう今日もね歌をこれから、撮ろうと思うんですが、次は何を歌おうかなと思ってるんですけど、はい、ちょっとなんか元気の出る歌を、選んで、歌いたいと思います。はい、その前にまたねいっぱいお化粧して、歌わなきゃいけないんですけどね。今日 RMK のなんかこれすっごい色だったんですよね。1番のこれ人気なんですかね。1番のアイシャドウ RMK のなんかめっちゃツヤツヤで、ツヤツヤなんだけど薄付きで、あ、まつげがツヤツヤなんですけど薄付きですごいんですよ。スッキリしてなんかもうちょっと色をいっぱいのせるのが飽きちゃったので、なんか薄付きいいなと思って、はい、ツヤっとして、ツヤっとしてラメもそんな入ってないんですけどすごいんですよね。なんかちょっとラメとか飽きてきましたね。あとこれツヤっとしてるんでハイライトとかにも少しいいんじゃないかなと思って、あー1番です。はいね、なんかちょっともう春になって暑くなるとやっぱりこう暑苦しい色よりこうすっきりした色がいいですよね。はい、じゃあちょっと髪だけも切ってすっきりして、はい、身も心もすっきりしました。これね前買ってたこれも RMK のキラキラの白のキラキラなんですけど、ちょっとだけつけますか。頬紅、今日はセザンヌのオレンジを塗りたいと思います。ねえ、ほんと大変ですよ。もう3月も終わりそうで、7月、5月もうゴールデンウィークですよね。どうしますか皆さん、早すぎじゃないですか。この辺かな。あ、この間セザンヌのこれまた新しいハイライト、これなんかあんまりね色が出ないっていうかめっちゃ薄付きですね。これで全部眉毛しっかり描いてきました。今日はセルボーグだっけ、結構綺麗な色っていうかこう自然な色ですね。ねえ、リップがね変わり映えしないんですけどね。はい、ねえ、なんかスープのこんな色とかもあるんですけどね、なんか似合わないんですよね。なんかこういう濃い色が、ね、いい色なんですけどね。結局こう薄くしたいので白っぽいの塗っちゃうんですよね。トゥフィ
ズのさ、あのしっとりするトリートメントバームちょっとピンこれなんかね、あの、ちょっとピンクピン、なんかでも合わないな、合わないからやめます。やっぱキラキラ、はい、歌を歌うのでキラキラをつけてきます。トビエスさんのキラキラで、はい、いっぱいあるんですけどね、今日はちょっとオールドっぽいのいろいろあるんですけど、はい、では今日も頑張って歌を取ってまいりたいと思いますね。え、何歌おうかな、はい、ちょっと元気のある元気の出る歌を歌いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録と、いいねグッドボタンぜひよろしくお願いいたします。